34条駅ですね。初めての店なのでおじけづいています。ブルブルと震えております。ビクビクしています。カツ弁当、はい、それ何なんですかっていうのもあったので、ライブさんによると途中で25というご当地アイドルなんですが、25名になって現在5名なんです。みんな減ってきたんです。グループなんですけど結構いたんですけど、25名になってどんどん減って、どんどん最高はイチゴの曲出せたんです。こんばんは、肉野菜弁当一つお持ちします。最短の会計が450円ですね。はい、ということで東区でやり残したこと、北34条駅前唯一の弁当屋ビクビク行ってみたいと思います。今のところちょっと由来は不明ですね。分かったら後でこの辺に入れておきたいと思います。まだね、さすがに本当に出来たてっていうのはもう看板に偽りなしですね。弁当買ったのめっちゃ久しぶりですね。いただきます。米屋なんかすごいうまそうですね。炊き方がいい感じですね。ロース、ちょっとまあ小さいけど、まあ、450円ですからね。いただきます。米うまいですね。キャベツ、キャベツだ。このとんかつの下にもちょっとキャベツが敷いてありますね。これはありですね。まあなかなかちょっとヘルシーとは言えないですけど、揚げ物ばっかりで結構人をひっきりなしに来てましたからね。やっぱ貴重ですよね。あとレトロ好きにはたまらないあのやれ具合、見たところ一番高かったのはジンギスカン焼肉かなんか、これが550円って書いてましたね。非常にリーズナブルでいいと思います。ちょっとこういう今日もね、ちょっと寒くて今日3度ぐらいしかないんですよ。昼間ちょっとホワイトアウトしちゃってね、もう3月16日なんですけど、まあそういう中持ってくるとさすがにちょっと冷えちゃいますけど、まあ春秋口ぐらいまでだったらもうほっかほかじゃないですかね。米が美味しいのがいいですね。なんかこういう弁当って量だけバッと入っててもぐじゃっとしてたりするとすごいなえるじゃないですか。米うまい。まあ今日こそ久しぶりに弁当買って食ってますけど、私社会人慣れたての頃はですね、お茶の水の、まあお茶の水で働いてまして、もう昼間といえばですね、飲み屋が昼間弁当やるんですよ。それをいろんなとこ行ってね、食べ比べてましたんで、結構弁当にはうるさいんですよ、こう見えて。
この米はね、ちょっと今までで一番いいかもしれないです。ああいう、なんていうのかな、仕出し弁当っていうんですか、他弁も含めて、うん、ちょっと侮ってましたね。というわけで、北三十四条付近の方、興味ある方はおじけづいてないで、ぜひビクビクへゴー。